津波天然子という言葉はですね、津波の時自分の命だけを守り抜けと、最優先に守り抜けということを言ってるわけです。一人にこう教えていったわけです。でそれがですね、天然子の行動というものが他の行動を誘発していく。でみんなが天然子だと思っていれば、彼も逃げた、彼も逃げた、だから僕もという